皆さんこんにちは。今年はコロナウイルスの影響で教会でクリスマス祝会を、やることができませんでしたが、皆さんとこうしてオンラインで、クリスマス祝会をやることができとても嬉しく思います。それでは最初に山口果歩さんにお祈りをしていただきます。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうしてオンラインを通して皆様と祝会をできることをありがとうございます。2000年前に生まれてくださったイエス様が、楽しいところではなく寂し、どちらかというと寂しいところに生まれて私たちに寄り添ってくださったことをありがとうございます。どこかで寂しい思いをしている方々の上に神様が私たちの今の楽しい気持ちを受けてください。この祝会を祝福してこれからの毎日に神様が伴っていてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは初めに山本敦子さんの読唱を聞かせていただきます。それでは敦子さん、お願いします。クリスマスおめでとうございます。今日は、メンデルスゾーン作曲の古い賛美歌にあった曲なんですけれども、朝風静かに吹きてを歌わせていただきます。
いつでもあなたのことを思っています。弱き者、私たち人間です。悩み大きい者、私たち人間です。だから声かけ合って支え合って時には甘え合って生きていきませんか。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らは笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登って行け。この歌を今日朝南中の生徒に送りました。それでは僕の歌を聴いてください。お送りします。このままで大丈夫。誰が何と言おうとあなたは価値ある存在なんです。誰が何と言おうとあなたはこの世に一つのかけがえのない命、特別で大切な存在なんです。大切なあなた、生まれてきてくれてありがとう。生きててくれてありがとう。今ここにいてくれてありがとう。今このあるがままのあなたを私は受け入れ、慈しみ愛しています。私は私で大丈夫、あなたはあなたで大丈夫。今このままで、このままで大丈夫。今このままで、このままで大丈夫。メリークリスマス。次に江口ゆきさんのピアノの演奏をお聴きいただきます。江口さんの表情豊かな演奏を皆さんで楽しみましょう。皆さん、メリークリスマス。今日はオンラインということで、会えなくて遠く離れた家族とみんなとこの時間を共有できて感謝します。ありがとうございました。Thank you.
演奏です。伴奏は谷村陽子さんです。クリスマスおめでとうございます。私たち今年結婚して50年でした。ここまで神様が導いてくださった、本当に感謝を持っております。聖歌の新聖歌の86番御使いのたたえ歌を歌わせていただきます。Thank you.
った演奏をどうぞお楽しみください。メリークリスマス。今日は私たち3姉妹で参加します。次女のふみこです。三女のよしこです。長女のすみこです。よろしくお願いします。389番、神は一人を参加します。Thank you.
次は藤井美智子さんによる読唱です。伴奏は谷村陽子さんです。それではお願いします。クリスマスおめでとうございます。今年はとても私たち夫婦にとって守られた1年でした。とても感謝の1年でした。ありがとうございます。私はアヴェマリアを歌わせていただきます。たくさんあるアヴェマリアの中から、ルッチというイタリアの方の作曲なんです。今回はイタリア語で歌わせていただきます。前半はマリアを参加していて、で後半がこのマリアに私たち罪人がこれから死の時まで守りくださいますようにお祈りくださいと、それは神様にということなんです、イエスにということですけれども、それを歌わせていただきます。クリスマスおめでとうございます。もう本当に1年ぶりぐらいにここの教会に来させていただいて、このクリスマスの本当に良い時を過ごさせていただきますことを本当に嬉しく思います。
奏も素晴らしかったね。みくちゃんはどうだった？私はそれぞれの演奏に個性が現れていて素晴らしかったと思うよ。盛りだくさんでとても楽しいクリスマスの式会になったと思います。そして最後は山口家による演奏をお聴きいただきます。それではみくちゃん、準備を始めよう。うん。メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。山口ファミリーは推しに願いを皆様にお届けします。いつもお世話になってありがとうございます。皆様良いクリスマスをお過ごしください。
皆さん、クリスマス祝会いかがだったでしょうか。初めての試みオンラインでしたけれども、それぞれがよく準備をしてクリスマスの喜びを表現してくださったことを感謝いたします。そしてまたこのように聞いてくださる皆さんにも感謝です。賛美する人、表現する人、そして聞く人、受け止め共感してくださる方、それぞれの存在の中で喜びが完結していきます。本当に個性的なそれぞれの演奏だったと思います。クリスマスのイルミネーション、いろんな色で輝くような、そんな賛美の演奏だったのではないでしょうか。いよいよこれからクリスマスが始まります。イエス・キリストのご降誕くださった喜びを、今日のさまざまな賛美のようにお一人お一人が与えられている賜物、また機会を用いて表現していく、広げていく、そんなクリスマスになることを願っています。お一人お一人の上に、またそれぞれが大切に思っていらっしゃる方々の上に、神様の豊かな祝福がありますように。それではクリスマス祝会2020、これで終わりにいたしましょう。